どうも。はい、え、後半の動画になります。はい、前回の続きです。あのあの夜起きるって話だったんですけど、今はもう次の日の朝になってます。めちゃくちゃ寝てしまいました。あのだい、まあ、大体理由はわかってます。うん。あ、だから今までお酒飲んでなかったんだなって心境。はい。今現在、 はい。翌日、えー、翌日の6月21日の、はい、朝8時ぐらいです、大体。はい。はい。8時ちょうどぐらいに起きましたね。はい。って感じです。はい、えー、こちらね、昨日の20日の分の表なんですけど、で、これが今朝の分の、はい、一列だけね、8時のところだけ書いたものなんですけども、 はい。だいたい寝起きってそんなにあの、いきなりガラッと、あの、数値が変わることがないんで、もう8時台をもう埋めてしまいました。はーい。で、あの、こちら、昨日、昨日の、入って <laughs> はいって。昨日の分なんですけど、はい、あの、昨日の、えー、話してなかったところから、どこからだっけな。えっ、えー、と、19時と20時こんな感じになってます。あのー、 ちょっと19時代、あの、テレビ見てぼーっとしてから寝ようって言ってたんですけど、やっぱテレビのその内容が頭に入ってきてなくって、なんか、うん。やっぱ思考と心とか体とかがちょっと3入っちゃってたんで、あの、ここでは動画、YouTube とか全然見れてたんですけどね。まあ、これはあの、あれです。おな、お腹が空いてたから、なんかその人が食べてるところを見続けなきゃいけないっていう集中力使ってたんで、 ちょっとよろしくない状態だったんだけど、あの、見ないときついから無意識に見れてたんですね。動画とか映像系が。で、今度ここになってくると、ここでその映像系とか刺激物をたくさん見すぎたばかりに、あの、ここでテレビ見て気晴らそうかなって思ったんだけど、全然頭に入ってこなかった。うん。なんかその、あれですよ。経済とかニュースとかそういう番組見るために、あの、テレビつけたわけじゃないんですよ。バラエティ番組だったんだけど、 なんかその、刺激に耐えられなくって、体が拒否してましたね。なんか1時間以上寝落ちられなくって、まあそれで結局、まあいろいろ携帯触って、触りつつ、ぼーっとしたりしつつで、ようやく多分20、21時、本当本当21時に入ったかなぐらいで、寝落ちたんですよ。んで、 あのその後私あの夜起きるつもりだったんです。22時か23時かわかんないですけど、ちょっと仮眠して起きようかなと思ったら結局朝まで寝ちゃってですね。で、その理由っていうのが昨日お酒飲んだからなんですよ。お酒飲むと体がだるくなって、あの飲んだ時は楽しいんですよ。飲んだ瞬間はすごく回復するしお腹もいっぱいになるしいいんですけど、やっぱ私の体質上毎日お酒飲んでる人じゃないので、やっぱ うん、3週間ぐらいぶりに飲んでるんで、ちょっと体が多分毒だと思ったんでしょうね。それであの体の外に出さなきゃ出さなきゃっていうので多分エネルギー使って、んであのこの時間まで、はい、今寝てしまったっていうわけですね。はい、で、今こんな状態。うん、昨日寝る前より悪くなってますよね。で、これ、あの、すごく寝たんですよ、今日。昨日今日でめちゃくちゃ寝てるじゃないですか、私。<laughs> 寝てるのに、 なんで回復してないんだむしろ悪くなってるんだっていうのは、あの、これお酒のせいだろうなんでお酒飲んでるんだよってみんな思うかもしれないんですけど、あの、お酒のせいも少しだけあ,あります。ほんのちょっとです、お酒は。うん。あの、すごい飲んでるわけじゃないから。じゃあ、なんでこんな数値が、あの、昨日のこのね、朝起きた時と比べて、14333、2545、ちょっと悪くなってんだって話なんですけど、これは、 単純に時間が朝8時だからです。まだ。8時台だから。あの、うつの症状で、あのー、朝起きた状態があんまりよろしくないっていう傾向があるんですよ。あの、これ、まあ、ああれですみんながみんなそうじゃないんですけど、あのー、ま、あこれも調べていただくとわかります。あの、朝一あの、うつ症状を持っている方は、あの、状態がよろしくない。で、あのー、まだいい方かもしれないですよ、自分これ。 こんな朝8時に、こんなにいい状態なのが、正直珍しいです。これでも。もっと良くない。だから、ある意味ですけど、お酒が入ったから、なんか、やっぱ感覚として、楽しい感覚が入ってるから、ちょっとこれでもいい方なんじゃないかなって思います。うん。で、こっちは、こっちの方がいい、あの、よ、あの、いい状態じゃないですか。こっちより、こっちの昨日の方が。これ、あの、20日。6月20日ね。これは、 あの、起きたのが10時55分だったから。もうお昼前だったからです。ってことですね。ちょっと言い忘れてたんですけど、あの、そういえば寝る前に私やってたのがあります。この、この時間の中で。あの、声低くする練習してました。あの、最近声高くて、ちょっと女の子っぽい声になってきちゃってきつい、きついなと思って、ちょっと生活上。だから、あの、この時間の中で、あの、声を、あの、低くする、あの、練習してました。1時間程度。ずっとは。 ずっとこのキーで喋ろうって言ってやって、やってました。それちょっと寝起きで今声低めですね。うん。で、えっ、ー、とですね。まあ、それは置いといて。で、あの、そういえば今朝私起きた理由が、あの、虎に追いかけられる夢見てたんですよ。この物語の最初っていうのは、なんか一軒家で自分が暮らしてて、収入がないから、あの、なんか資格もないにも関かかわらず弁当屋の求人出したんですよ、ネットで。飯だったら作れるなと思って。 え、でも資格ないのバレたらやばくないとかってあったんだけど、あの、夢の話ですよ <laughs>。で、あのー、まあ、飯、なんか、まあ、こそこそ作って、ウいバーイーツで売るか的な、リアルな夢っすよね <laughs>。で、そんなことしませんよ、実際。はい、で、それで、あの、そこの、あの、家には女の子と暮らしてたんですよ。あの、カップルとか、あの、友達とかわかんないんですけど、ルームシェアしてる女の子がいて、で、なんか、 で、あの、その途中で、その求人見て、あの、ちょこちょこ来る人もいたんですけど、なんか結局、なんかやる気ないみたいでいなくなっちゃって、それで、まあそ、そんな、よくわかんない話は終わりです。で、あの、とある日の朝に、なんか、朝、あの、星占い見てたら、なんか、その女の子の本のラッキーアイテムが海賊船とか、なんか、なんかそれでなんか宝探しに行くといいよとか、 なんかラッキーアイテムはどうのこうのっていうのを見てたんですけど、やばい、もうあんまり覚えてないや。うん。覚えてないっす。で、とりあえず、なんかわかんないけど、それで宝探しに行こうってなったんですよ。うん、今日の夜行こうかみたいになったんですよ。そしたら、なんか途中、虎,虎に追いかけられ始めて、で、その女の子と自分で逃げるんですけど、で、途中はぐれちゃうんですよ、女の子と。 うん。で、はぐれてしまって、で、自分一人で逃げるんですけど、あの、そしたら途中に海賊船があったんですよ。<laughs> え、でもこれ自分のラッキーアイテムじゃねえしなと思って、まあだけど乗り込むしかないなと思って逃げようと思って。で、乗り込んだら、すごいんですけど、あの、自分魔力を持ってるみたいで、その海賊船浮かせられるんですよね。<laughs> でもなんかわかんないけど、天の声で、それ乗るんじゃねえよ、こっちが用意したやつなんだよ、みたいな。なんかその施設の、なんか、 運営してる人が、なんか言ってきたみたいな天の声が聞こえてきて、それ乗らないでくださいって言われたんだけど、いや、だって乗るでしょっていう。虎に、虎に追いかけられてんだよと思って。<laughs> それで、それで乗り込んで、そしたら虎が、あの、虎が強いんですよ。虎もなぜか飛べるんですよ。<laughs> で、で、なんか空飛べる虎だったから、やべえと思って、とりあえず頑張って必死にあの、自分も魔力使ってこう、海賊船ごと逃げるんですけど、海賊船重いんですよ。 で、虎にこう、紙壊されちゃって、で、結局自分一人で、あの、マラソン、普通にマラソン、地上を走る感じで逃げて、で、やべえ、疲れたって思った瞬間に目が覚めました。変な夢ですよ。はい。ってことがありましたよっていう話。いや、途中まで平和だったんだけどな。途中までその女の子といい感じだったんだけどな。<laughs> 何の話ですかって。<laughs> でも、夢に、その、 なんだろう、女の子と暮らしてるとかって出るのは多分自分の願望だと思いますよ。多分癒されたいっていう願望が多分入ってますね。で、その虎に追いかけられたりっていうのは、おそらくもう、ほとんど夢から覚めてたんですよ。あの、あの、なんかノンレム睡眠とかレム睡眠あるじゃないですか。だから現実の自分の体の状態が引っ張られて、重かったり、だるかったりしてたから、だから虎っていうのが出てきちゃったんですね。うん。 はい。というお話です。はい。またちょっとね、あの、これからたくさん今日時間あるんで、はい。次に進みましょう。はい。はい。お疲れ様です。はい。今、はい。19時台でございます。はい。まだ19時半になる前なんですけども、はい。ちょっとね、おさらいします。これ朝この状態でした。で、その後こんな感じですってとこ埋まってますね。 はい。今日ちょっとね、あの、お仕事が入ってたので、あの、結構溜まった状態からの発表になっちゃいますけど。はい。え、朝、あれから、えー、家事やゴミ捨てなどをしまして、で、それから、あの、シャワーを浴びました。でですね、シャワー浴びると血圧って一回上がるじゃないですか。脈も上がるし。そんで、その後、あの、シャワー上がりになると、 あのその後ちょっとね、血圧がね、下がったりして、胸が重くなってくるんですね、実は。で、体もちょっと重くなってますね。で、頭が、頭の方に関しても重くなってるんですよ。一回あの、あの、シャワー浴びるとさっぱりして、その、脈が上がったりして、あの、浴状態になるんですね、ちょっと。で、その後ちょっと、あの、また鬱状態に若干戻るって形なんですよ。はい。ただ、心としては、あの、体がさっぱりしたので、 あの、はい。心境としては、あの、気分がちょっとよろしくなっていると。で、プラス、あの、この思考、うん、速度に関しては、これは、あの、12時半から今日私仕事だったので、あの、そっちの方に、こう、多分切り替えていくっていうメンタルを持ってたので、あの、思考速度はおそらくちょっと良くなったんだと思います。そして12時。あの、12時半から仕事だったんですけど、 まあその前からもうこういう状態でした。もう12時入ったところからもうこういう状態になってましたね。ほぼほぼいい状態ですね。やっぱり人ってその仕事やるぞっていう集中力とかが色々あると、やる気とかあると、やっぱり気が良くなるというか、状態が改善しますね。うん。で、そうですね。体がまあ2ではあるんですけど、まあそれはちょっとこの辺が引っ張られてまだ残ってると。やっぱ体全体ってそんなにすぐ変わるもんじゃないですよね。気持ちだけで。 気持ちだけでどうにもなる問題じゃないですね。やっぱ体の重さっていうのは。毎日の積み重ねになっちゃうんで。うん。だけど、この胸苦しさとか頭のその重さっていうのは、その、うつ症状の一環なので、まあ、これは、やっぱ仕事のやる気の方に行ったんで、気持ちが。だからそこは改善されたって形です。はい。で、その後、仕事が1時間半ぐらいだったんで、まあ、ここもそんなに変わってないですね。うん。 で、これ頭使ってるんで、私仕事中。なので、ちょっとやっぱり状態としてよろしくなかったかなと思って、ほんのちょっとですよ。0から1になったぐらいなんで、大したことないんですけどね。はい。で、この思考状態は、やっぱりその、敏感な状態になってるので、速度はもうバリバリです。重くなってないんで、0。で、心も0の状態。もう、13時代とかバリバリ仕事状態ですよ、頭の中。だから、0。1から0に戻って、カラッとした状態。 で、体も、あの、ちょっとそのメンタルに匹敵されて、あの、良くなってますね。はい。で、14時代、あの、そうですね。あの、仕事が終わって、ちょっとぼーっとしてた時間もあります。なので、一回頭が、あの、リセットされたことによって重くなっていると。集中力使ってたんで、そこがドスッと来て、ずっと14時代は5になりますね。で、また今度仕事がありました。15時過ぎぐらいから仕事があったので、 こういう状態になってますね。うん。で、この時にちょっと体が3とか2とかっていうのは、ちょっとやっぱり、うーん、そうですね。朝からずっと起きてるのもあるし、ちょっと、まあ疲れてるんでしょうね。単純に体が3とか4とか。うん。あとですね、この時点で私、まだこの日ご飯食べてないんです。一回もご飯食べてないので、ちょっと落ち着かなくなってきてるところありますね、正直。うん。 食べろよって話なんですけど、今日食べ物なかったんですよ。このぐらいの時間にすぐ食べれるものがなかったんですよ。本当はここで食べ物取っときゃよかったんですけど、あの、食べてないです。うん。それで、まあ、頭が3。だけど、ちょっと戻りましたね。改善されましたね。3から2に戻って。うん。で、ここが4になってるのは、やっぱりこの、頑張った分が来てますね、ここで。うん。で、心も3になってると。うん。 で、試行速度でも、これ試行速度でもそんなに悪くないですね、今日ね。午後ね。はい。それでですね、次。ようやくこの16時、17時あたりに私ご飯食べるんですよ。<laughs> あの、YouTube 撮影してたんですね。あの、今日野菜とか、あの、食べ物とかがまとめて段ボールで届いたんですよ。あの、ラディッシュ坊やさんと、伊勢タンドアさん。あれ、ドールじゃなくてドアでしたね。はい。で、その2つの箱を開けたりとかして、 まあちょっと、まあちょっと YouTube 撮影して、まあくつろいでたりとか、あのまあ気分が上げ上げだったりとか、あと食事やっと取れたっていうので一回戻りましたね。あとあの YouTube 撮影してるときって自分結構楽しくや,やらせていただいてるんで、まあそれであの若干良くなったと。うん。状態としてはかなりですね。うん。YouTube やってるとき私大体胸苦しさがないので、空っとした状態なんですごくいい感じです。うん。 で、頭もリセットされていい感じです。うん。編集ってなると結構頭使うんですけど、あの、普通に楽しくこういう好きな内容で撮影してる分には全然問題ないですね。で、その後なんですよ、問題は。<laughs> あの、撮影しました。あの、撮影して食事もしました。で、食事取った後ですよ、問題は。ドスッと食べたので、体が重くなるわけです。<laughs> これみんなそうだと思いますよ、これに関しては。 あの自分だからとかじゃなくって、ああ、体重いなっていう、食べたから重い。で、あと、あの、ドスッとここでいきなり心がね、6くるんですよ、これ。な <laughs> んでかっていうと、ずーっと今日仕事頑張ってましたよね。結構張り詰めた状態でしたよね。それが一気に時間差でドスッと来てるんです、ここで。ここでドスッと来てます。で、ここは変わらずで、で、その次行きますよ。今現在19時。 あの、かなり重苦しい状態で私動画回してるんですけど、正直正気じゃないです。あの、めちゃくちゃ重苦しいです。あの、嫌なこと、昔の嫌なこと一個フラッシュバックしたりしました。はい。まあ、仕方ないですね。あ、でもそんなあれですよ。うわ、辛いってことじゃないんで、7です。で、体はさっきよりまた重くなってます。あの、お腹の中に入った食べ物は消化活動してて結構重いです。で、胸もまたそれに合わせて伴って重くなっちゃってます。 こっちの重さがこっちに引っ張られた感じですね。で、頭に関しては、これもこっちの引っ張られてるのと、あと、ここの、わかりますここ5だったじゃないですか、仕事終わり。で、また、その時の感覚が来てます、時間差で。ここ食べ物食べてすっきりしたんだけど、またちょっと時間差で疲れたなっていうのがここで来てると。はい、こういう、こういう感じになってます。はい、どうも。 はい、朝以来顔を出しました、かずきでございます。はい、えっ、ー、と、今さっきのね、表を見せてた時間から、まだ <laughs>、まだ40分しか経ってないんですけども、私、お腹が空きましてですね、また粉料理ですよ。いいよ。こんな感じです。さあ、これ何でしょうか。えー、縮みです。これ量多く見えますけど、意外と薄っぺらいです。 こんな感じ。あら、ペラペラだよ、意外と。はい。ってことで、これちょっと食べてみようかな。うん。うめえわ。はい。皆さん、おはようございます。<laughs> いきなり、打って変わって、おはようございますって言い始めましたけど。はい、えー、今日は、日付が変わりまして、6月22日の朝6時ぐらいです。はい。 はい、こんな時間まで起きてました。はい、ということでね、はい、あの、全部埋まってるので、はい、一個一個説明します。えー、そしたら、えー、確かこの時間にま、また食事取ってますよね。で、こんな感じになりました。うん、で、体はこの時点で、えー、7のだるさが来てますね。で、結構あの、ハードモードでしたね、ここの時点で。うん、で、ちょっとテレビ見つつ、その後21時になって、まあ、こんな感じですね。 うん。まあ、どうしても夜だとこういう状態になっちゃいますね。まあ仕事したりとか、あとまあ結局その起きてて疲れてる分もあるし、まあこれは人間誰でもそうかなって思います。うん。ですね。で、あのテレビ見たことによって、あの、あとこの背もたれに寄っかかってたことによって頭が、頭の疲れがちょっと治りましたね。そして、え、ここ、この心の鉢なんですけども、 ちょっとまたフラッシュバック現象とか、なんか考え込む現象があって、ちょっとそれで8になっちゃったんですね。うん。だけども、それを、あの、テレビ見て、あの、ちょっと気晴らしてました。花田一鳥さん見ました。はい。で、えー、まあそうやってる間にちょっと落ち着いてくるんですよ。うん。で、えっ、ー、と、ここ、ハー見てますね。で、こここんな感じです。深夜帯ですね。はい。 で、あの、なんか寝れそうになかったんで、またこのまま起きてるんですよ。結構ね、こう、心がもやもやしてる状態の日って結構寝れないんですよ、すぐ。あそんで、日付変わって、またこんな感じで、もうここからあんま変わってないです。で、あの、まあ、夜中にミニトマトの残り食べました。で、また YouTube で、あの、しのけんさんと、あの、ゾウさんパクパクさんの、あの、ちょっとコラボの,の YouTube とかね、いろいろ見てました。 あと音楽聴いたりとかこれ以降はしてました。だからもうここから一緒です。全然変わってないです。はい。今6時なんですけど、もうあの3時から6時変わってないんで書いてないです。こんな感じです。はい。ってことで私はこの後、えー、寝、寝たいと思います。朝6時ですけど。はい。こういう感じで、はい。えー、6月21日ですね。6月21日は、 こんな感じで埋まりました。これがもう私の一日って感じですね。うん。やっぱ寝起き、あの、ちょっと調子悪いのと、うん、夜ちょっと調子が悪くなっていくって感じですね。うん。だからまあ一番調子いいのはやっぱ昼間のやっぱり太陽が出てる時間って感じですかね。うん。まあこれ人それぞれ多少違うと思うんですけど。はい。ということで、こんな感じでございました。はい。自分観察でした。 またねー。